グラナード伯爵夫人、ジェーン・ベアトリス・フォーブスは、アメリカ合衆国生まれの女性で、イギリスの爵位を受け継いだ人物である。大英帝国勲章、ドビー賞を受けている。ベアトリス・ミルズは1883年7月19日に、アメリカ合衆国ロードアイランド州、ニューポートで生まれた。父は、オグデン・ミルズである。ベアトリスには、双子の姉妹であるグラディスと、 弟のオグデン・ミルズ・ジュニアがいる。1909年1月14日に、ベアトリス・ミルズは、第8代、グラナード伯爵バーナード・ホーブスに嫁ぎ、グラナード伯爵との間に4人の子を設けた。そのうち娘のモイラは、スイスのロッシー伯爵に嫁ぎ、アイリーンは、第5代ビュート公爵に嫁いだ。ベアトリス・ミルズは、結婚によって、グラナード伯爵夫人。 デディ・グラナードとして知られるようになった。夫である、グラナード伯爵、バーナード・フォーブスの資産は限られていたので、アイルランドのロングフォード県ニュータウン・フォーブスにあった、フォーブス城の修復には、彼女が資金を出して完成させた。夫妻は主に、ロンドンのホーキン街にあるフォーブス館やパリのバルネ、通りにある屋敷に住んだ。1920年に、ベアトリス・ミルズ・フォーブスは、 大英帝国勲章を受勲し、デームの称号を授かっている。夫に先立たれたベアトリスは、23年余りに、渡って未亡人暮らしをした後、1972年1月30日に、パリの屋敷でこの世を去った。ベアトリス・ミルズは、ニューヨーク州のスターツバーグにある、リビングストーン屋敷で育った。ベアトリスの父、オグデン・ミルズは、アメリカとフランスで、 サラブレット競争場を走らせており、第17代ダービー伯爵エドワード・スタンリーと、名優の間柄だった。グラディスと弟のオングデン・ジュニアは、やがて、アメリカ競馬史上、卓越した成績を挙げた、ウィートリー厩舎を開くことになる。ベアトリスの夫、バーナード・フォーブスは、イギリス王室の締め頭の職にあり、国王ジョージ五世の王室厩舎と、王室牧場を司っていた。 1929年1月29日に、ベアトリスの父オグデン・ミルズが没すると、ベアトリスはフランスにあった牧場を相続した。この年、ベアトリスは、バシュの賞金ランキングの1位になった。その後、バシュとしての主な価値案には、1933年の、フランスのリパン賞とパリ大賞典、イギリスのセンギニー、フランスのジャックル・マロワ賞を2回などがある。 ベアトリスの親族による、ビートリー級者によるアメリカでの最大の代表馬が、ボールドルーラーである。ボールドルーラーは、北米の種ボバチャンピオンに8度輝き、名誉の殿堂入りした。グラディスとグデンジュニアは、ボールドルーラーを生産したほか、チャンピオン品馬のミスティモーンを出している。ミスティモーンにボールドルーラーを配合して生まれたのが、ボールドラッドで、全米2歳ボバチャンピオンになった。 1964年に生まれたボールドルーラサンクの大馬にもボールドラットの名が与えられた。こちらはベアトリスによる生産馬でイギリスとアイルランドで走り、前衛2歳ボバチャンピオンになった。リビングストーン屋敷は18世紀末の建築で、当時のニューヨーク州知事モーガン・ルイスの邸宅だった。19世紀の終わり頃、ベアトリス・ミルズの両親がこれを改築した。 ベアトリスの母は、モーガン・ルイスのひ孫である。この屋敷は現在は、アメリカの歴史的建造物として保全されている。ビートリー旧車の生産場、所有場の主なものは、ミスティモーン、ボールドルーラー、ボールドラット、ボールドラットアイアー、前衛2歳ボバチャンピオン、サクセサー、キャッスル・ホーブス、ハイボルテージ、クイーン・エンプレスなどがいる。馬つかさも参照。 1962年生まれの同馬は、後に日本に輸入されており、当初、ボールドラットと登録されている。後者と区別するため、ボールドラットと表記される場合が多い。1962年生まれのアメリカサンバの方は、日本に輸入されて、日本で血統登録を受けているので、ボールドラット、ボールドラットとなどカタカナで表記されるが、 1964年生まれのアイルランドサンバの方は日本に輸入されてはいないので日本国内の血統書などではボールドラッド表記が行われる。ありがとうございます。